ということで、蜷川紅チャンネルです。どうも、前編はキョンクマチャンネルの方で、やらせてもらったんですけども、後編はこっちのチャンネルで続きをやっていきたいなと思ってるんですけど、はい、いろんなことあったよね。いやそうね。あの時まだ若かったからね。若かった、うん、あの当時キョンちゃんね、うん、なんかすっごい安いどこのなんかどこのなんか分からへんビール飲んでた。そうだね、毎晩。何、ね、どこで買ってきたんっていうビール。あれは花まさ花まさ。どこ変な韓国。安いから当時若くてもお金もなかったから、うんうん、あそこで買うしか。そっかそっか、うん、なんかでも喋ってるうちちょっと髪伸びて、えなんか癖毛はなんか変わってないけど、いやキョンちゃんです。キョンちゃんです。待って、これほんまにどこまでこれどこまでやるの。え、俺が一番困ってるんだよ。キョンちゃん入ってくれ。いや、お前早く入ってくれ。意外と持ったよ俺。いや、もうちょっとかかるかと思ったんだけど。どうも、キョンちゃんです。あ、本当はクマちゃんです。本当はクマちゃんです。お邪魔しまーす。これでも分かんないですよ。ベニーちゃんの視聴者さんたちからしたら誰、うん、ってなってる。いや、まあそうだよね。多分説明しないと分かってて当たり前ぐらいの感じで簡単に説明しないといけない。まあ、分かんない人は全編見てもらってって感じになるんで、私たち同棲してましたっていう感じで出したんですけど、まあ、実際同棲してました。同棲、どう同棲してたな。同棲はしてたよね。気になる方はキョンちゃんのチャンネル。気になる方はそうですね。先にそっちを見てください。はい、はい、の引き続き編ということで、はい、超有名 YouTuber、はい、ですけど、はい、登録者100万人超え、130万、今9万人ですね。もうすぐ140万人。すごいよね。まだ僕が YouTuber でもなく音楽そんなにやってない、本当に普通に生活した時に一緒に同棲してたんだよね、うん、そうそうそう、というかシェア、うん、白クマ氏と、はい、てか白クマ氏に誘われてシェアして、はい、そう、毎日フルハウス生活して、フルハウス、完全にフルハウス。まあ毎日をここなんかユニークなものを用意されてたので、1枚だけクマ君にやってもらいましょうか。今俺が答えなきゃいけない。そうそうそう、1枚だけ、1枚だけ。罰ゲームトランプですか。そう、トークテーマ、トークテーマ、はい、じゃあ僕引いたのこちらです。いきなり。いきなり。今まで出会った中で一番タイプの人。おー、あー、いや、それはあれですね。誰、え、普通に困る内容だね。もうこれはあれだわ、あのベニさんって言えば切り抜けられるやつ。おかしいだろ。切り抜けられるわけじゃん。それには V がある。いや、そうなんですよ。あのね、ちょっと前編の撮影僕ここで見てたじゃないですか、うんうんうん、ちょっと言いたいことがあるんですけど、その、なんすか、あのベニさん、あのキョンちゃんの評価が上がるような話ばっかするのやめてもらっていいですか。なんか言ったっけ。いやいや、なんか始まるじゃん。そういう話でしたよ。できた子なんだよっていう話しかされてないんで、それ以上その話されると僕今後やりづらいんですよ。なんでなんで。キョンちゃんの評価は高いんですよ。でも僕はあのもうほらクズとしてやってるんで、キャラクターがね。そうですね。だからどうにかあのベニさんのチャンネルの方ではちょっとキョンちゃんを下げてもらいたい。てのてかクズとしていつの間にやってんの。いつの間にクズとしてやってる。そんなことないよ。そういう芸風で全然クズキャラじゃないよ。でもどうなんですか、実際ほらあのその失敗談じゃないですけど、きょんちゃんの当時なるほど、そう失敗談、クマでしょ、あげた、でしょ、あげた、でしょ、そこからその話、俺は失敗談に行こうとした。読めへんかったけど、そういうこと、そういうこと、こっち全然読んでなかった。でもね、いや、あるよ、あのシーンはそれ。あ、初対面じゃん、急にこの人何言い出すんだよと思われてるよ。本当に攻めすぎた。でも、あの、こういうことなんだ。そうそうそう、許してあげてください。オッケーオッケー。この話に繋げたかったんですよ。当時の失敗談とか、え、キョンちゃんそんなことすんのみたいな話欲しいんですよ。なるほど、それです。でも、最初言ったけど、だからほんまに毎晩わけのわからん安い飲んでて。それは実際どうなの、美味しかったからそれ飲んでたの、それともお金なかったからそれ飲んでたの。勇気。チャレンジする勇気。確かに安いものはいっぱい探した。うん、なんかね、80円ぐらいの、いや違う違う、38円のビールなんて飲んでた。38円なんてある、それビールさ。いやね、結構ね、覚えてないんだよ。
あの頃もう衝動的にもうなんか動いてたから、思いついたことやってたと思う、多分ね、覚えてない、しっかりと。あとニンニク料理めっちゃしてる。ニンニク料理めっちゃしてる。それはあなたも。あ、そっか。白熊氏ともうだってキョンちゃん2人でいつもニンニクの匂いさせて、ずっともう台所でなんか作ってたから。ニンニクの切り方を教えてあげたらめっちゃ感動してた。ニンニク料理の？そう、なんかあの一個ずつ剥いてたよってキョンちゃんは。ヘタだけ切ってこう潰したらこう皮むく簡単だよって言ったらめっちゃ感動してたの。全然覚えてない。全然覚えてない。全然覚えてない。でお風呂から上がったらさ、いつも自分の部屋上がるまでの途中のところのさ、リビングでさ、もういつも友達と楽しそうにワイワイやってて、その時ね、すごい楽しかった。めっちゃ楽しかった。本当に楽しかった。一人が苦手な人だったのね、だから、ね、常に友達も呼んでたし、一緒に住んでたじゃん、うん、家族みたいな感覚で、帰ったら常にいる人たちっていう感じで、うんうんうん、あったかかった、ずっと。なんかさ、あんまりボーダーラインなかったよ。なかった、なんかないし、別に踏み込む人も別にいないじゃん、そんな、うんうん、若かったし、友達わーって連れてきたけどさ、そんなボーダーライン踏み込むような、うん、あれじゃなかったでしょ、うんうん、全然ね、だからそんな、なんか嫌やなっていう感じじゃなくて、うんうん、なんかあの、ベニちゃんも一緒に飲むみたいな、飲む飲むみたいになって、うん、当たり前のように一緒に飲んでたみたいな、そういう感じだったよね。ちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんたちみたいなさ、うん、そんな感覚の人たちが一緒に住んで、一緒にご飯食べて飲んで、家族みたいに会話してっていうのがすっごい楽しかったから、めちゃくちゃ思い出にあるんだよね。だからなんかその当時からでもキョンちゃん特別なオーラを放ってたから、普通にダンス友達と一緒に写真撮ったよみたいな感じの写真を、明らかにキョンちゃんだけどなんか毛色ちゃうん。そんなことないって普通。でそれで、そんなことあるよ。いや、こいつ中学の卒業アルバム変顔しますからね。みんなこうじゃないですか。こいつだけ。聞いて、それで、あのね、まとめてみんなさ、学校で撮らされるじゃん。その時に俺ね、1回目ね、すっごい変化しちゃったの。そしたら、後で出来上がった時に、ダメですって言われたの。ダメって言われるの分かったから、バレないように変化しちゃったの。撮られる瞬間に撮り直しですって言われたの。で、撮り直しでもう1回学校で撮ってもらったの。学校で撮ってもらう時もバレないようにって変化しちゃったの。そしたら、また怒られたの。だから、もう学校じゃ撮れないんで、違うところで撮ってくださいって言われて、証明書みたいな撮るところにわざわざ行ってると。その時に少し柔らかにってやったの。いやもう柔らかくないわ。諦められたのか、OK もらえて使われてる。一人だけ背景違うんだよ。そう。出席できひんかった。そうそうそう。出席できない人の背景違うんだけど、俺すっげえ毎日かっこいいってたのに背景色違う。で、それ何モチベなの？何モチベでそんなになんか人を笑かそうとするの？多分ね、あの興味持ってもらえたら、うん、興味持ってもらえなかったって思いがすごい強いから、うん、興味持ってもらえたら見て見て友達になってほしいっていう気持ちが強いから、多分、うん、お願いお願いってなっちゃうんだと思う。それが小学校の頃うざがられてめっちゃいじめられる。でもそうやって嫌われるけどめげずに友達になってってやってって今こうなってったっていう感じ、ね、なるほどね。だからキョンちゃんの人間性素晴らしいです。で、そのいやでも大人になってからもそういうのが抜けてなかった証拠写真があるんでしょ。そうです。怖い気になるな。気になる。それか。これね、あのそう、今一緒にチャンネルやってるチェンドルとかもいて、そう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 、リポーさんもいるでしょ。あ、Z クルーいないかな、これ。俺はダンサーやでみたいな感じが絶対みんな一人一人あんのよ、なんかダンサー感で。なるほどなるほど。でも全力でそれ捨てにかかってる人ごめんなさい、あのこれね、あの僕これの写真ね、ツイッターでも載っけたことあるの。あ、嘘、ほんまだ。だいぶ前の、だから知らん人多いと思う。そう、理由があるの、ダンスレジャーの初めてぐらいの、その時にみんな、あの、どう出るみたいなやつの、みんなカッコつける。その時に俺なぜか本番前の準備中に後ろ結びだったの、いつも。それを本番の前になぜかこっちの2つ結びにしたの。でメンバーにあんまり相談もせずにこのまま、あ、これいいんじゃねって、本当に何も考えないでダンスの本番に出ちゃったの。俺したらめちゃくちゃウケたの。いや、それはウケるよ。めちゃくちゃウケて、こいつなんだってな。いや、それはウケる。だってこの格好したやつが一人だけ爆中とかするんですよ。そらそうやろ。めちゃくちゃウケて、その時キョンちゃんって言われてたんだけど、その時からね、一回目出た後に変だぞこいつみたいな感じになって面白いってなって、そこでちょっと見てくれる人が増え始めたの、ダンサーとして。で、その後2回目出る時にリーダーに、あの髪やめろって言われた。やめな。みんな格好つけてるグループなんで一人だけそうなの？って言われたの。え、でもそ そうやめろやめろって言われてたんだ、で、いや俺これやりたいですって、もう受けてるって。やりたいでこれいいと思われて、いやそれそれふざけてバカにされてるとかそっち系じゃないって言われたで、いやそう、いやそんなことなくて受けてるんですよって。で、たまたまそこにね、ママさんファンたちがいたの。そこのママさんファンたちが、え、かっこいいですよそれって、マジでそれいいですかって言ったら、そのリーダーもよし、じゃあそれでいこうって。あれ、これでいいんだって思ってやり始めたら、だんだん名前が
ョンちゃんからキョン様に変わってきて、なぜか。だからそのキャラクターはキョン様キャラクターってなってるんですよね。これがそうで、踊る時は俺全く表情変えない。二つ結びでサングラスしてやべえやつ。めっちゃ機械な動きするのに顔の位置変わんない。もう大受けしたキャラクターになっちゃった。あ、だからなんや。途中からね、俺ね、みんな格好つけてるから俺も格好つけないなって思ってみんなに相談しに行ったの。ちょっと俺このキャラやめて格好つけに行ってもいいですかって言ったら、自分で始めたことなんだからダメだもんって言われて。もうそのキャラで行くしかなくなって、もう一生二つ結び。でも最後までキョン様ってもうステージで言われるぐらい、あの変なキャラクターだった。俺さ、世界大会の予選でも同じことしたんだよね。めっちゃ怒られた。日本の一番大きい大会で3位になった時があって、男性で世界大会出場が決まったのね、うん、その大会3位になった時にメダル取りましたって言って、メダルの表彰台とか持ってハッって撮るシーンあるじゃん、一番大事な写真。それで、ね、俺変顔したのね、うん、俺だけ。めっちゃみんなに。それはでもちょっと待って、最初から俺はやるぞ、変な顔やるぞって思って。いや、そんなこと思ってない。いや、写真撮るときによし嬉しい、そこまで俺号泣してたもん。そこまでもう感動してみんなで、え、よかった、こんなとこでやって夢じゃないかなってなったので、じゃ写真撮ります、あぁー、俺とっさだったの。で、撮り終わった後にお前も変顔した。みんなにめっちゃ怒られて、なんで俺変顔しちゃったんだろうと思ったけど、衝動が抑えられないんだよね、なんかしたくなっちゃうんだと思って。で、そういうキャラクターでした。あー、なるほどね。なるほど。その写真がいい。でもさ、なんかさ、その時世界大会の写真がいい。ある。それも出してよ。あるけど。それちょっとエアドローしてもらっていいですか。今あ、でも YouTube では最近ね、変顔しないの。なんで。え、大人だったからね。いや、もっと早く思えよって言うかもしれないけど、うんうん、なんか失礼じゃないかなと思い始めて。求めてきてくれるじゃん、視聴者さんたちとかファンの方たちは。うんうん、そうやって言ってきてさ、会いたいとか写真欲しいとかさ、うんうん、してくれてるのに、変顔はなんかひどいんじゃないかなじゃないけど、そういう風に求められてないから変顔してた。あ、見て見てって。でも求めてくれるから、ちゃんと失礼なことしちゃいけないなっていう気持ちになった。でもさ、大人になったと言えるのか。言えるかもしれない。全然写真出てこへん。その間にじゃあちょっと、はい、コマさん。え、マジっすか。コマちゃん行くよ。お礼用だったんすね、それ。はい、いつだっけ。はい、はい、こちらで。ここだけの話、他人に言えない恋愛話。いや、じゃあ言えないっすよ。そうっすね、僕大学、まあ1年ですぐ辞めちゃったんですけど、大学1年生の時、新入生歓迎みたいな会あるじゃないですか、うん、あの時にすごい可愛いな、いいなって思う子がいたんですけど、当時全然その女性と喋ることができなくて、その飲み会中結局一度も話しかけられなかったんですよ。じゃあまあ帰りましょう。で、駅までみんな、まあ、バラ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 で、駅に僕向かう途中にちょっと先にその子が一人で歩いてたんですよ。チャンス。はい。あのでも話しかけられないんですよ。だからの、こっそりちょっとだけ後つけました。家まではいけない。さすがにそれはダメだっていうのは。ちょっと気持ち悪い話。本当に家まで行ってない。クマちゃんちょっとそういう奥手なイメージある。うんうんうん。いや、そうっす。いや、そうっす。僕男兄弟しかいないんですよ。あ、ぽいぽいぽい。本当に高校時代まで女性と喋った記憶がほぼないっす。え、マジで。マジっす。驚愕でだったの。驚愕っす。驚愕で喋ることがなかった。そうです。あの、高校行ったら驚愕で、女の子とも仲良しグループみたいなのができて、それが青春だ、よっしゃ驚愕だって言ったんですけど、そんな漫画の世界しかないっすね。あれ嘘っすね。いつまでしゃべってるの。絶対悔しいから見つける。ものすごいスピードでわーって。見て、俺の方にもあった、他の写真。かっこよさがある。うんうん。いや、どうしていいですか。はい、なんか将軍ってやつです。将軍李信将軍や。李信将軍やないですか。めっちゃ言う。いや、どっちかされるのやめてください。いや、李信将軍はエドロ痴漢される。これめっちゃ言いたいのに。やべ、信いるってなるんですよ。女の子の名前やとエドロ痴漢されるんですよ、電車とかで。はぁ、だから逆に変な画像とか。そうそう。え、それマジであるんですか。あります、あります。え、やば、マジである話なんだそれ。ちくま、もう一枚引いといて。逆に引いてじゃん。あ、そうっすよ、そうっすよ。そうそうそう、紅ちゃん引いてよ。お好きなものを。なんかもうここじゃないような気まずい話引いてみて。もう気まずい話。はい、かなちゃんいいよ。ここにいる人の中で一番面白くないと思う人。なんでそんなちゃんときついの引いた。え、すごい紅ちゃん。これそんな
ところで言ったらさ、今圧倒的にキャラ濃いキャラ立ちしてるのにさ、どう考えても主力マシ勝てへんよな。そうだねそうだねごめんな、うん、傷つけるつもりはなかったんごめんだってどう考えても勝て、つわものすぎ。いや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 じゃあ写真は出てこないから、ね、俺印象出てこへんね。ちょっと悔しいからちょっと後でもらいます。後で、後でじゃあそろそろ締めていただいて。え、もう締めちゃうの？うちかなちゃんね、ずっと自分が編集すること考えてるから、あ、まあ大変、あの、いや、面白いの出すぎてたら切りたくないじゃないですか。いや、そうそうそう、それわかります。あの、俺らも使いたいとこなんかめっちゃあるから、最初の方動画めっちゃ長くなるんですよ。最近はもう諦めてますめっちゃ切ってます本当だったらここもっと使いたいのにとか、ここ前後説明したらもっと面白いのにっていうのがあるのに、めっちゃ諦めてます。さ、そのようやくないの？ありました、ありましたあった、はい、あった出た。1位、2位、3位なんだけど、やったな、やってるなこれは。やっやばいでしょ、これめっちゃ怒られるの、これ。ちょっと2人とも見てください。あー、しかも結構やってるわ。いや、結構やってるでしょ、これ。もうちゃんとやる気やんな、ちゃんと。めちゃくちゃ怒られた。大丈夫？俺ばっか喋っちゃってたけど。全然大丈夫です。全然大丈夫。今度飲みながらね。飲みながら撮れたらいいね。あー、それやる？飲みながら。うん、てか、あと、なんかあの、ほんまにプロフェッショナルやから、ダンサーの。プロフェッショナルやから、やっぱりそれやったら、ちゃんとちょっと音楽やって、踊ってもらおうよ。うん、いや、それすごいね。うん、それやりたい、ね。いや、それはちゃんとしたなんか一本で作りたいよね。うん、やろう。うん、ちゃんと。やってくれる？やろう。言ったの？言ったの？踊って撮りました。はい、どういうの？やるけど、なんかそんな、言ったねみたいな言われたら、なんか、え、OK していいのかなみたいな。聞いたな、みんな。うん、やりたいね。その横で踊ってもらうから。なんで？くまちゃん。やっぱせっかく和楽器バンドのね、あの三味線やってるんで、そういう本職でちょっと一つの作品やれたら。本気で踊ります。うん、やりましょうね。本気でやります。はい。ということで、はい、私たち同棲してました、はい、後編でした、はい、高評価ボタンと、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ニナガーベニーチャンネルでした。バイバーイ